どうも、タイバメシです。今回は2024尿路麺10選。どうも、タイバメシです。今日はこちらのお店、お肉屋さんの牛肉麺、丼麺市場の中にあるお店、丼麺駅からすぐ、細麺、お肉を買いに来る人もちらほら、なんとステーキもある、サインもある、メニューへ日本語もある、スープとお肉の種類を選び、こちらは尿路タン、チンドゥン塩味ベース、フォンサオ醤油ベース、スープをドバーッとかけていく、うまい。牛煮込み丼、汁だけでいい、ぜひ。どうも、タイバメシです。今日はこちらのお店、平べったい麺の尿路麺、行列が過ぎる、でも10分くらいで入りました。店内満席、味変はセルフ、高菜とネギ、辛味は牛用、賑やかな店内、ミシュランビブグルマン水出し茶、尿路麺190元、牛肉もゴロゴロ、特徴は平べったいもちもち麺、柔らかいお肉、味変用を足していく、うまい、ぜひ。どうも、タイバメシです。今日はこちら、行列のできる老舗尿路麺のお店、だいたいこの行列、営業時間たったの4時間、ビブグルマ、箸はセルフ、お好みでニンニクも、シンプルメニュー、店内はこんな感じ、尿路麺のシャワン、シャワンだけどかなりのボリューム、ビーフジャーキーみたいなうまみ、スープも他の店と違う、さっぱりだけどコクがある、うまい、ぜひ。どうも、タイバメシです。今日はこちらのお店、新しい台北ドームから近く、ビブグルマンの尿路麺、猫おじさんおすすめ、皮は手作り、メニューは小でも結構多い、店内こんな感じ、鍋スタイルの尿路麺、本草尿路麺は少し辛め、麺はラーメンみたい、牛肉は柔らかい、皮で巻いていただきます、うまい、何個でもいけちゃう、ラインペイも OK、 ぜひ。どうも、タイバメシです。今日はこちら、行列のできる尿路麺のお店、グーティン駅の裏側、何人かちらほら、この感じ嫌いじゃない、シャオツァイはセルフ、尿路麺小で150元、失礼します、店内はこんな感じ、箸はテーブルに、いただきます、スープもいい、卵とワンタンも追加、平たい細め、お肉もホロホロいい感じ、牛脂で味変、ちょっと高菜も入れてさらに味変、ちょい辛い、ぜひ。どうも、タイバメシです。今日はこちら、ミンチュエンシールーの裏路地にある、たまたま歩いてて見つけた尿路麺、細麺の方が多そうだ、尿路麺小150元、あとは本用サオソ、箸とかお水はセルフ、店内こんな感じ、比較的綺麗、まずは本用サオソ、ちょいピリ辛くらいのワンタン、小さめでプリプリ、尿路麺お肉ホロホロ、麺は細麺、スープ若干薄めなので牛脂で味変、あとは高菜も少々、ごちそうさまでした、ぜひ。どうも、タイバメシです。今日はこちらのお店、
ファンも多い牛肉麺、外国のお客さんも多い24時間営業、ジュースもある、いつも韓国語で渡される、尿路麺中110元、箸は目の前、お肉の数が多い、牛脂辛いやつ、お肉柔らかい、麺はもちもち、味変、辛みとうまみいい感じ、高菜も入れる、うまい、ぜひ。どうも台湾飯です。今回はこちら、小道の行列ができる尿路麺、日曜日休み220元、いつ来てもにぎわっている。箸とかテーブルに味変用、先払い、チンドゥン尿路麺、最近はずっと細め、すぐこの黒豆入れる、味が良くなる、結構濃い味なので調整しながら、追加、高菜も入れて味変、ぜひ。どうも台湾飯です。今日はこちらのお店、ポップアップストアからすぐ近くのお店、12時前には予約が埋まる超人気の尿路麺店、早めに来て先に予約、今日もすでに完売。ディーファージェの雰囲気がある、カウンターだけのお店、店内はこんな感じ、曲げわっぱ、玉手箱、ありがとうございます。来ました、尿路麺、洗練されたコクのあるラーメンみたいな尿路麺、刀削麺がもちもちすぎる、牛肉の肉厚、箸でほろっと、替え玉は1杯無料、2杯目は細麺をチョイス、よく絡める、牛肉わさびがうまい、ポップアップもついでにぜひ。